スレッタ・マーキュリーってどんな人？スレッタ・マーキュリーは2023年10月より放送開始予定のアニメ「機動戦士ガンダム水星の魔女」の主人公です。水星のベネリットグループの出身で、アスティカシア高等専門学園のパイロット科2年生です。内向的な性格でコミュニケーション能力がやや乏しいですが、パイロットとしての技量は非常に高く、水星で開発された MS ガンダムエアリアルのパイロットです。スレッタは幼い頃に両親を亡くし、祖父に育てられました。祖父はベネリットグループの創業者であり、スレッタにパイロットになるよう教えました。スレッタは祖父の教えを守り、パイロットになるために努力してきました。スレッタはアスティカシア高等専門学園に入学し、パイロット科に進学しました。パイロット科では優秀な成績を収め、ガンダムエアリアルのパイロットに選ばれました。スレッタはガンダムエアリアルのパイロットとして様々な戦いに参加し、勝利を収めてきました。スレッタ・マーキュリーとフレディ・マーキュリーの関係は、機動戦士ガンダム水星の魔女に登場するスレッタ・マーキュリーとクイーンのボーカルであるフレディ・マーキュリーの間には直接的な関係はありません。しかし、両者の名前が同じであることから、ファンの間では、スレッタ・マーキュリーはフレディ・マーキュリーの子孫なのではないかという説が浮上しています。この説の根拠は、スレッタ・マーキュリーが水星出身であることです。フレディ・マーキュリーは、エジプト出身の父親とインド出身の母親の間に生まれました。エジプトとインドは、どちらも水星に近い位置にあります。そのため、スレッタ・マーキュリーは、フレディ・マーキュリーの父親と母親が水星で出会い、子供を設けたのではないかという説が浮上したのです。しかし、この説を裏付ける証拠はありません。スレッタ・マーキュリーの両親の出身地や彼女の出生地はまだ明らかにされていません。そのため、スレッタ・マーキュリーがフレディ・マーキュリーの子孫であるかどうかは現時点では不明です。スレッタ・マーキュリーを動物に例えると、スレッタ・マーキュリーを動物に例えるなら、私はクジラを選びます。クジラは大きな体と優しい性格で知られています。スレッタ・マーキュリーも大きな体と優しい性格で知られています。彼女は身長 190cm、体重 100kg を超える大きな体格をしています。しかし、彼女はとても優しい性格で、いつも周りの人を笑顔にさせてくれます。彼女は私にとってとても大切な友達です。スレッタ・マーキュリーの眉毛についてどう思う？スレッタ・マーキュリーの眉毛は丸みを帯びた形で、彼女の顔立ちによく合っています。また、眉毛の色は黒で、髪の色とよく調和しています。スレッタの眉毛は彼女の優しい性格と芯の強さを表しているようにも感じます。スレッタの眉毛は彼女の個性を際立たせている要素の一つだと思います。彼女の眉毛を見ていると、彼女の明るく前向きな性格が伝わってきます。また、スレッタの眉毛は彼女の努力家な一面も表しているように感じます。スレッタの眉毛は彼女の魅力の一つだと思います。彼女の眉毛を見ていると、彼女の優しさ、強さ、努力家な一面を感じることができます。スレッタ・マーキュリーとミオリネ・レンブランの関係は、機動戦士ガンダム水星の魔女に登場するスレッタ・マーキュリーとミオリネ・レンブランはアスティカシア高等専門学園の同級生です。スレッタは水星出身の女性で、モビルスーツのパイロットを目指しています。ミオリネはベネリットグループの総裁であるデリング・レンブランの娘で、学園の理事長の座を継ぐことを期待されています。スレッタとミオリネは最初は対立していましたが、徐々に理解し合い、友達になっていきます。そして、モビルスーツの決闘で、スレッタがミオリネを倒し、彼女の婚約者となります。スレッタとミオリネは、お互いに惹かれ合っていますが、まだその気持ちを自覚していません。しかし、今後の2人の関係がどのように展開していくのか、注目されています。